皆さんこんにちは、せいやです。今期から僕一人で話す会も作って、目的としてはもっとこうサッカーの濃い話をこうしていける場所を作ろうってことで、まあ、リーガのその現地の記者、僕の知り合いの記者とかからもらう情報だとか現地の報道だとかをこっちで皆さんに紹介したりしつつ、でもヨーロッパ全土を話していければなと思ってますので、お付き合いいただければなと思ってます。アブラルデルフットボール。で、2人目武蔵そこです。で、しそこは最終日に移籍が決まったんですけど、最初エバートンと合意したんですよ、クラブ間で。で、選手とも一応条件で合意して、で、じゃあ、シソコエバートンに行きますって言うんで、その、メディカルのために、エバートンに、空路で行こうとしたんですね。したら、シソコとしては、CL に出たいクラブ、出れるクラブに行きたいっていうのがやっぱりあって、その、メディカルに行くって時に、シソコがダダをこね始めたんですよ。その、CL に出れないクラブなら、もっと年俸を上げてくれ、とか、っていうんで、で、エバートンとしても、最初は条件飲もうとしたんですけど、てか飲んだんですよ、一発目は。でも、シソコはまだダダこねて、要は、トッテナムからも結構強い関心が示されてて、シソコとしては、トッテナムもまだワンチャンあるんじゃないかってことを思って、ギリギリまで交渉を長引かせようとしたんですね、シソコサイドが。で、トッテナムは、動いてたんですけど、エバートンが3000万ポンドで合意しちゃったっていう情報をもらって、断念したんですけど、トッテナムは一回。でも、シソコがダダをこねてるっていうのを聞いて、ニューカッスルに、最初2000万ポンドでオファーしてたんですけど、3000万ポンドに釣り上げて、もう一度オファーを出して、シソコとも合意して、スパーズが逆転で、シソコを取ったんですね。でも、このシソコの移籍、スパーズファンから結構怒りを買ってて、で、なんでかって、シソコは常々、アーセナルがここの、心のクラブってことを言ってて、で、パトリック・ビエラが自分のアイドルだと。で、なんで、アーセナルサポの選手がトッテナムに来るんだと。で、トッテナムとアーセナルはノースロンドンのライバルなので、結構激しい。なので、それ、トッテナムのサポーターは怒ってたんですけど、最初。まあでも、ユーロ決勝みたいなプレーをシソコがコンスタントに見せてくれたら、まあ、すぐにサポーターの心はつかむんじゃないかなと、僕は思ってるんで、期待してますね。はい。フットボールアマチュアトーク、ご質問受付中です。フットボールのサイトの LINE アットで友達追加していただけると、マイとそのしもべたちに質問できますので、ぜひ友達になってくださいね。よろしくお願いします。ぜひ友達になって質問ガンガンしてください。よろしくお願いします。てかしもべってなんだよ。フットボールアマチュアトークのチャンネル登録もよろしくね。おい、無視すんなよ。あと今日化粧のり悪いんじゃね。あ、でも今なんつった。そこは反応すんのかよ。フットボールのインスタもやってます。皆さんのサッカーライフを撮影した掲載写真を募集しているので、可愛い写真たくさん私にくださいね。ご応募待ってます。